自転車や公共交通機関を利用して福井県の歴史や文化施設をシリーズで紹介する自転車公共交通機関で GO。 今回は古の古事記と日本書紀ゆかりの地敦賀をご紹介します。では行ってきます。今回訪れた場所は敦賀市の気比神宮。 JR 敦賀駅から福井鉄道バス、若狭線、菅浜線、または敦賀市コミュニティバスに乗り、気比神宮前でバスを降りて到着です。古事記は現代に伝わる日本最古の歴史書。日本書紀は日本最古の正史です。2つ合わせて紀記と呼ばれています。今年は古事記完成1300年にあたり、2020年には日本書紀が完成1300年を迎えます。そこで県では紀記に登場する県内の神社や史跡の数々を訪れてもらおうと、古事記日本書紀ゆかりの地を県内外へ PR しています。今回訪れた気比神宮は、古事記には気比の狼、また日本書紀には気比の狼と書かれています。紀記に揃って書かれていることからも歴史の重厚さが伝わってきますね。この朱塗りの大鳥居は日本三大木造鳥居の一つ。高さがあって威厳を感じます。こちらの境内には敦賀嵐人を祀る敦賀神社があります。敦賀はもともと敦賀と呼ばれていました。この地名の由来は、敦賀嵐人が朝鮮半島から敦賀に渡来したことによるものとも言われています。古事記には15代目の応神天皇が美しい姫を見初めた際の喜びを表した歌が載っており、歌の中に敦賀の蟹という言葉が出てきます。現在の越前蟹のルーツかもしれませんね。また日本書紀には天皇の食用となる塩が敦賀の塩だけになったというエピソードも語られています。このように紀記には敦賀がいくつも語られていることからも歴史とロマンを感じますね。県では敦賀だけでなく、県内の紀記ゆかりの地を紹介するマップを作成。県のホームページからダウンロードできますので、ぜひご利用ください。また今年は敦賀長浜間鉄道開通130周年、敦賀ウラジオストク間定期航路開設110周年、そして大和国際連絡列車運行100周年と3つのアニバーサリーが敦賀に揃います。これを記念して市内では来月20日のオープニングセレモニーのほか、さまざまなイベントが開催されます。今回は紀記ゆかりの地敦賀をご紹介しました。敦賀の他にも福井県には古事記や日本書紀にゆかりの深い場所がたくさんあります。これを機会に訪れてみてはいかがでしょうか。